湯田温泉パーキングエリアは山口県山口市吉田の中国自動車道場にあるパーキングエリアであるスマートインターチェンジを併設する。現在は駐車場、トイレ、自動販売機のみが設置されている。スマートインターチェンジ共用開始日の2020年3月21日に東パーキングエリアの名称が湯田パーキングエリアから現在の名称に変更された。 かつては上下線ともスナックショッピングコーナーがあり、施設内に自動販売機が設置されていたが、民営化前の2003年10月31日をもってスナックショッピングコーナーの営業が終了し、しばらくは自動販売機のみで営業されていたが、ネクスコ西日本に移行後に施設が解体されるとともに、軽食の自動販売機が撤去され、飲料の自動販売機が トイレ付近に移設されている。湯田温泉スマートインターチェンジは、湯田温泉パーキングエリアに、併設のスマートインターチェンジである。2020年3月21日に、供用開始された。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともにパーキングエリアの手前に、スマート IC のランプが接続し、スマート IC からの退出時には、 パーキングエリアを利用できない。接続する道路歴史金傍の指導を見掘り開線が改良されるのに合わせてパーキングエリア内にスマートインターチェンジを設ける計画が示された。山口市が2010年に設置の意向を表明し、当初は指導改良とほぼ同時期の2014年度の供用開始を目指すとしていたが、指導との接続ルートの調整に時間がかかり、 同年6月27日に第1回のユダ BA スマート IC 地区協議会が開かれた。2016年度に工事着手し、2019年度の開通を目指すとした。開業により、高速道路によるユダ温泉街へのアクセス向上に寄与することが期待されている。特に、豊富方面からは、小堀インターチェンジや山口インターチェンジへ迂回せず、直線的にアクセスできるようになる。 ユダバスストップは山口県山口市吉田の中国自動車道ユダ温泉パーキングエリア内に併設されたバス停留場である。2019年現在ではこのバス停に停車する高速バスは存在せず使用されていない。ユダ温泉スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。